月刊自由を守る会。どうも新年明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。自由を守る会の2018年の第1回目の、この月刊自由を守る会、こんばんはという感じになるんですかね。夜ね、こんばんはです。はい、夜ですね。はい、どうも皆さんよろしくお願いいたします。この記念すべき2018年、何を記念するかって言って、私なんか大作会が開けるらしくてですね、本当にこれから運気が急上昇をするらしい、この記念すべき第1回は、もう本当に私よりも随分若いんですけれども、行財政改革の私、薫陶を受けました、町田の新井義直を、市議においでいただきました。自由を守る会でこの度は、2月に迫ります町田市議会議員選挙、市政に挑戦をされるということで、私たちの新しいメンバーといたしまして、ぜひぜひ知っていただきたいということで今日はおいでいただきました。ありがとうございます。はい、よろしくお願いいたします。もう私も大先輩でいらっしゃいますので、まずは議員になろうとしたきっかけと、はい、まあ過去のいろいろな政党絡みのこともいろいろあるように思われますので、はい、まあ、そんなことも含めまして、なぜせっかくだったら美味しい政党にいた方が良かったのを飛び出てフリーランスでやられてきたのかとかも、数々の実績を残されております。実績というか事件というか何でしょうね。まずはね、そこの、今までの華麗なるプロフィールをプロフィール語っていただけたらと思います。はい、ありがとうございます。町田市議会議員、今現在4期務めております新井義直と申します。私は、まあ、政治家というか議員さん数多くいらっしゃる方、ほとんどがですね、小さい頃から議員だろうと思ってたみたいな、方たちが、まあ、いると思うんですけれども、私はどちらかというと大学を卒業した後にこの世界に飛び込もうと決意をした人間でありまして、まあ、自由を守る会はどちらかというとそういう方たちが多いのかなと、ね、印象を持っています。はい、やはりその子育てでとか、課題にぶつかってからとか、はい、僕がぶつかったのは、まあ、課題というよりは政治の現状ですね、うん、それを、まあ、目の当たりにしてこれは変えなきゃいけないというところからスタートしました。もともと中学高校の時がですね、はい、佐川急便事件とかリクルート事件とかそういう時代でして、そうですだよね。そうなんです、はい、私バブリー世代のね、あのまっしぐらのオッケーバブリーって感じの時代ですよね。そうですね、大学かあの OL やってる頃でございますね。はい、その頃に、うん、まあ、テレビを通じて見る政治家のイメージというのが、うん、なんか油切ったおっさんが秘書がやりました、記憶にございませんみたいな、なんか私利私欲を肥やしてるようなイメージが、素晴らしい、そんな中高生で私あの関係ないし、それよりも高校の好き強い素晴らしいしみたいな感じだったんですけど、素晴らしい、そんな時代に、はい、そんなことを思って、まあ、大学ちょっと法政大学というところに入りまして、はい、法政大学の応援団というちょっとあの団体に所属をしていたんですが、応援団ってあの、はい、花の応援団であの辛いやつで、今でもたまに応援団なり手がなくて頑張ってるドキュメンタリーなんかあ、ありますね、はい、本当暖気を落としたなんかつけたらボコボコにされるとかあるんですか。ボコボコに、そういうことがあってですね、私が入った年の4年生がちょっとしばらく謹慎という事件もあったぐらいので、そのもしかしてその応援団のあり方なんかもちょっと変えてみようと、先輩にやられて嫌なことは後輩にしたくないみたいな感じも、入った時に先輩がもうすでにいなくなるという時だったので、そこで改革しちゃったんだ。いや、どちらかというと OB 会が、応援団を存続させるために組織をどう変えなきゃいけないのかって動いてる最中に入っていったので、じゃあ学生時代から組織を変える経験を今まで、ね、まあまあ確かに長い、まあ、だって法政大って言ったら、ね、はい、やっぱねちょっとね、あのアグレッシブな感じですよね、本当ね、はい、はい、まあその、まあ、法政大学でそういう活動を、応援なんてすごいですよね、もう辛いですよね、真夏、冬、まあ、はい、先輩から OK が出なければもちろん脱いじゃいけないとかいろんなルールもありつつですね、はい、まあまあいい仲間と出会えたり、なんでしょう、こういい感動する場面に出会えたりだとかという意味では、まあ、他の人たちとは違う学生生活が送れたのかなとは思いますね。そうですね、はい、野球部とか、まあ、ラグビー部の選手を応援するその青春っていうのは美しいですよね。まあ、なんか政治にあれですよね、まあ、選手って私たちからすると町田市民であったり江戸川区民であったりするわけじゃないですか。その人たちを応援するのが我々議員なわけでございますから、
なんかそういうまさに町田市の応援団長みたいな感じですね。そうしますと、まあ、今はそういう形で頑張っております。まあ、学生時代というかその大学4年生の時には、まあ、副団長という役職ではあったんですけどね、すごい、でまあ、学生時代花の応援団なんてね、おばちゃんの時代はそうです、まさにそういう感じの青田赤道みたいな学ランを着て、はい、学生生活を私が言ってたのが、あの法政大学の多摩校舎というですね、はい、町田の北側にあるところなんですけど、はい、体育会の人もいるんですが、体育会の人はほとんどジャージなんですね、なので学ラン着ていくとですね、はい、あれが来たみたいな感じですごく目立ってですね、皆さんノートを貸してくれて本当に助かりました。その先生お世話になりました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。無事ね、はい、卒業できたということ で、はい、でまあ、法政大学が東京六大学に入っているので、はい、東京六大学応援団連盟というのがありまして、はい、そんなものがあるんですか。あるんです、あるんです。初めて聞きました。はい、でまあ、六大学のつながりがちょっと強いというのが一つ。東大も応援団ってあるんですか。おります。あ、東京大学運動会応援部という。東大も学ラン脱ぐなって感じの文化なんですか。まあ、東大もちゃんと学ラン着てやってますね。はい、そうなんですか。はい、すごいですね。まず東大の話が出るんですが、これからまさにその東大の話をします。ああ、そうなんですか。やった、はい、まあ、まあ、その大学時代にちょっと一つポイントとしてあったのは、菅直人さんが厚生大臣になったっていうのがありまして、先駆けの時にですね、で薬害エイズの時に、国民に謝罪をしたというのを見て、ね、こういう政治家もいるんだなというところから、うん、ちょっと民主党が結成される。今回またしぶとく、あ、いえいえ、しぶといとは失礼ですね。きっちりとね、はい、選挙区で当選され、同感戦争で勝った菅さんですね、はい、はい、が、まあ、鳩山さんと2人で新しい党を作るっていう動きになった時にちょっと期待を持っていった自分がいて大学を卒業するんですが、それはどうですか。はい、なんですか。あ、それは言って大丈夫です。大丈夫です。もうあのう D というですね、丸の中に D と書いてある昔の民主党、今その古い民主党、新しい民主党、こういう民主党マークもありましたけど、事務局長がよく言うね、はい、あのそれでものすごい北川正康先生が浮きだというね。ああ、そうなんですか。あの私はその時は、OK バブリーだったのよくわからないんですけれども、古い民主党の時のですね、そうですそうです、いわゆるね、はい、その時にあの会社、まあ、内定決まったとかベンチャーだったんですけど、はい、まあ、営業でちょっと研修で回るっていう時に中野区で、はい、営業研修回ってた時に、うん、同期の東大の応援部の首相だった男がですね、はい、ウィンドブレーカーを着てチラシを配ってるんですよ、うん、それ気になりますよね。そうですよね。何やってんのって聞いたら、うん、いや先輩が選挙に出るから手伝ってるんだと。あ、ボランティアで。ボランティア、はい、で東大の応援部で、うん、当時28歳、うん、お金はないし、うん、知名度はないし、地盤も何もない、はい、調布生まれだったので、はい、で、東大の法学部を出て、東大法学部、はい、もう最高学府の最、まあ、医学部はまたね別ですけれど もう日本のアカデミズムのもうエベレストの頂上みたいなところですよね。はい、はい、で、三和銀行ですね、当時あった、あったあった、はい、三和銀行の山手線の内側の室町支店というのは、まあ、やっぱり山手線の内側っていうのは出世コースらしいんですね。あ、そうですよね、はい、まあ、支店によってもうね、はい、いろいろある中 でその中の国際審査部という国際の金融を扱う部署にいて、おそらく頭取コースと言われる方が会社を辞めて、はい、落ちても何も仕事がなくなる選挙に出るんだということで立候補されたんです。聞いてらしたの、その時。その時にはもう、はい、妻怒ったろうね。あ、すみませんね、もう本当に。いやいや、奥様、日本議員なんですけども、まだお子さんはいらっしゃらなかったんですけど、もう奥さんも一緒に献身的にお手伝いされてるところに、あの時の三和銀行で頭取候補ったらもうそんなもったいない、ね、でそれを辞めてもやっぱり世の中を変えるんだっていう方に出会って、はい、今までのイメージが油切ったおっさんがこう私腹を肥やすみたいな、うん、東大法学部出て、出て銀行入って東大、あ、頭取コースに乗っていらっしゃるにもかかわらず、世の中がおかしいから変えるんだということで、28歳ですよ。しかもね、ちゃんと国民に謝ってエイズのこともしっかりと解決に向けた厚労大臣の菅さんが作った政党の民主党から中野区の都議会議員選挙に立候補されていたのが平成9年ですかね。中野というと、あら、なんか、なんかの地域政党の代表がいらっしゃるところですよね。地域政党の代表ですね、いらっしゃいます。今現在、ね、そうですね、いらっしゃいますね。まあ、その方が戦って、前の東京都議会議長も、
中野ってだから紛争地ですね、いわゆるね、はい、いろんな意味での、はい、今も紛争地、今も紛争地、過去も紛争地、はい、その平成9年の選挙の時は、まあ、とにかくその28歳で若手で、うん、もうこの人だったらっていう方がいらっしゃったので、うん、ぜひとも勝ってほしいということで、うん、まあ、ボランティアを熱くなりますよね、やりました、あの、はい、ポスターを貼ったり街頭演説でビラを配ったり、仕事しながらっていう、仕事しながらです、うん、もう事務所に泊まって、あ、ベンチャーの、そうです、そうです、そうです、ね、はい、なので朝会社に行く前にビラを配ってそのまま会社に行ってみたいなことを、その時から朝行きとうだ、そうです、ね、はい、ほんとね、やってました、夜も遅くまでね、はい、ポスターを貼ったり、もう土日は空いてたので、はい、やっていたんですが、まあ、絶対勝つと思ってたんです、勝つと思っていたんですが、うん、投票結果は200数十票差で負けてしまう、悔しい、定数4だったんです、5位でした、5位でした、ところが、うん、この4位で当選された方がですね、ええ、事務所の人間が金を配ったということで2人逮捕されたんです、事務所から、うん、おこれは繰り上げ当選かと思ったんですが、本人が関わっていなかったということで、ありがちですよね、お咎めなしで、うん、で、そのまま当選されて、つい最近まで議長されていて、この間落選をされたという方なんです、ね、かわいどんですね、それがどえらい悔しくてですね、はいはい、やっぱりその世の中どんなに街中で訴えてもその声は区民には届かなかった、うん、で金を配った人が勝った、はい、それをまさに目の前で見たわけですよ、これが政治家と、素晴らしい候補なのにってありますよね、これは変えたいと思ったところから、それまではまあ給料のいい会社に入ったので、はい、海外にでも移住しようかなと思ったんですけど、それをやめて、いずれこの世界に入ってもう政治を変えたいというところからスタートをして、じゃあ何をすればいいかってところなんですよ、普通にそうならないですよね、普通はそれで落ちちゃうと、こんな人でも落っこっちゃう、この業界ってなんかやべとかって思ってやめちゃいますよね、ベンチャー的な発想だと投資しがいがないというふうに判断しちゃうんですけども、その発想を持つっていうのはある意味選ばれし、政治の世界に選ばれ、政治の神様に選ばれちゃったんですよね、そうなんですよね、それはもう超えちゃうんですよ、それ、はい、こんなに東大の法学部のこんな人が落ちちゃうの俺無理とか私無理とかになっちゃって、しようしようとリーマン生活に戻りたいみたいになるのが、逆に行ったんですね、逆に行きました、逆に行きました、で、まあ、とにかくまず政策を持っている人、うん、世の中を変えてくれそうな人が選挙を知らない、うん、これが問題だと、選挙ね、選挙を知らない、選挙はどういう、政策は分かってる、はい、情熱もある、でも選挙が下手だから落ちたってことね、はい、はい、じゃあどういう人が選挙に強くて、はい、どういう人が選挙に弱いのか、まずそれを知ろうということで、はい、会社を辞めて統一地方選挙に、辞めちゃうのすぐに、あっさりと1年4ヶ月で会社辞めました、はあ、でそのまま統一地方選挙の事務局長になり、はい、選挙を回し、はい、でその後他の選挙事務所にも行き、こっちにから呼ばれ、あっちから呼ばれとやってる間に、本当にね、今もイケメンですけども、本当にイケメンで体力もあるし、で応援団にいらしたから非常にこう接遇というんですか、いいから、もう絶対引く手間だったと思いますよ、どうだかちょっとそのあたりは、うん、まあ、でも自分も勉強したいというのがあったので、選挙があったら手伝わせてくれませんかみたいな形で言ったら、じゃあちょっとこっちに入って中枢に入ってみたいな話で、なんかその間に、まあ、その菅さんの事務所からもお話をいただいて、で小金井 の市議会議員選挙の、はい、とある方の、まあ、民主党の事務所ですけど、はいはいはい、事務局長をやった時に出会ったのが渡辺大蔵さんという方でした、事務局長でございますね、はい、自由を守る会の、はい、まあ、いい意味でも悪い意味でも有名人ね、そうですね、まあ、対立候補というか、まあ、同じ政党の別の候補者の事務局長だったんですが、はい、いろいろ選挙のことを教えてくださってですね、そうなんですよ、うちはねオープンソースなんですよね、もう高く売らないんですよ、マイクロソフトみたいな、はい、Linux だけただで全部ソフト出しちゃうっていうのはもう Linux タイプなんですよ、自由を守るから、どんどんリソース出しちゃうの、ええ、うちで受かってなんか自民党行く人なんか属質みたいな感じぐらいな、はい、いいんです、いい、商品を出したいということで、あ、そうなんです、そうなんです、その時からじゃあやっぱり渡辺大蔵事務局長はリソースバンバン出して、そうですね、平成13年ですね、使えないリソースもよくあるので私は入れませんとかって言ってるんですけど僕は結構、まあ、取捨選択しつつ、ね、そうですね、いろいろ教えていただいて、はい、でそこ、まあ、その事務所でやったのが3月までで、はい、4月から参議院議員の秘書の話をいただいて、その方は受かられたんですか、あ、その方は受かりました、あ、6位で受かりました、なるほど、ええ、
大蔵さん今はどうなっちゃったんですか。今はその後自民党に行かれて、自民党でも市議選落選されて、都議選に出たんですけどそれも落選されて、今はあの小金井にはもうお住まいではない方ですね。そこに大蔵事務局長の暗躍が見て取れるようでございますが、はい、でもね、大蔵事務局長7期はい、無敗で、そうですね、ましたからね、なるほど、はい、それで、まあ、民主党の参議院議員の秘書になったんですが、はい、町田出身の方がですね、民主党の参議院議員の秘書の先輩でいて、はい、その方がその後の6月の都議選で当選されたんですよ。で、町田に住んでる秘書がいるぞと、なるほど、来年の2月に町田市議選があるから、お前出ないかという話をいただいて、まあ、あの、やってみましょうかというところから町田の市議選に立候補したのが平成14年の2月ということでございます。平成14年の2月か、はい、はあ、そっか、もう本当にお若いけど、そうなってくるとものすごいなんか運命的なものに導かれて、そうですね、まあ、ご本人いろいろあったと思うけど、すこうなんか出会いとご縁で来たんですね、はい、まあ、その出会いのきっかけが民主党という政党であったわけでして、それがまた今後の、ね、話につながってくるわけでありますけれども、はい、なるほど。ちょっと一旦あの、すみません、私の携帯がさっきからブーブーなるもんですから、下にちょっとクッション的なものを入れさせていただいて、はい、はい、これで、はい、すみません、チョキチョキしていただいて、はい、すみません、あ、おっと、はい、では再開ということで、平成14年にいよいよ初挑戦、初当選をして、はい、そうですね、はい、初当選は何、もしかしてすごいあの上位で受かったんですか。2月の確か24日が投票日で、12月の3日に事務所を開設して、はい、まあ実質3ヶ月弱ですね、はい、はい、まあ、普通の選挙じゃ受かりません、3ヶ月じゃね。もう何でしょう、いくら政党があっても町田っていうところもまたすごい政治的にもね、自民党の代議士もね、はい、たくさんいますし、代議士は誰でしたっけ、町田氏の町田氏、伊藤康介さんですね。そうね、伊藤康介さんというね、はい、そんな方もいる中で、まあ、対立する民主党で出て、はい、普通3ヶ月じゃ間に合わないですよ ね、 どんな結果になったんでしょうか。1位で当選しました。もうね、誰でもトップ当選できるような地盤じゃないんですよね。まあまあ、どうなんでしょうね。民主党だからって皆さんね、人気があったらそれでトップ当選されたんですね。まあまあ、民主党が当時人気があったかどうかというとあまりなかったのかなという気もしますけど、そうですよね、はい、平成14年たまたまその私の地盤がですね、はい、玉川学園という地盤でして、あ、ありますよね、はい、普通だと神社を中心に村があって、その村がそのまんまこう町になる、はい、なので、例えば消防団の人たちはその、まあ、お家のだって平成14年だったらまだ小泉首相の頃ですよね。ですかね、はい、で、うん、そうですよね、だから、はい、意外に自民党だって人気もあったし、小泉さんだって人気もある中で出られてトップ当選ですよ、はい、その、まあ、神社がないんです、玉川学園には。はい、あの町田の中で、南大谷と本町田と成瀬という、はい、そのそれぞれ村があったんですね、はいはい、そこに神社があってというところの端っこを集めて玉川学園ができて、はい、学校中心に新しくできた町なので、学校都市、学園都市、ね、そうです、なので、はい、ここに神社が中心にあって地域コミュニティがあったわけじゃないので、あ、皆さん新住民で、はいはいはい、特に支持政党がない方が多かったんです。なるほど、なのでそこがたまたまうちの祖父が昭和39年土地を買ってそこに生まれ育ったので、そこから立候補しますと言ったら、入れたい人どれもやだみたいな中でいたって感じになったんですね。っていうのがちょっとぴったりはまったのかなという気がしていますけどね。ここ大事ですね、でちゃんとその匂いというか嗅ぎ分けて、多分その政党から降りてくる政策だけではなくて、自分の感覚でしっかりと切り出していったんでしょうね。まあそうですね、もともとこちらの方もセンスがすごくあるんですよ、はい、もう本当ありがとうございます、チラシから何から政策物から。なるほど、はい、あの週刊新井義直というのを作ってですね、5駅、うん、月火水木金って、はい、まあ、3駅5箇所なんですけどね、南口北口とかあったりするので、同じチラシではなく1週間ごと違うチラシを配ってたっていうことをやってたんですが、実はそれはその平成9年の中野の都議会議員選挙でやってた、はい、
ね、東大の方がそうだったので、はいはい、ちなみにその方は新井勝利さんという方で、うわ本当に名前が何文字しか違わないって感じですよね。そうですね、はい、うん、その方のやり方をそのままやらさせていただいたと、ね、これが大事なんです。いろんな選挙手伝いに行って終わるんじゃなくて、悪いこれはどうかなっていうのはもう学ばない、でもこれをすごいなっていうものは学んで、なんていうんですか、内部化していくっていうのがただ単に応援するんじゃなくて、ここが他の選挙応援に行ってしっかりと内部化して受かっていく方のやっぱ特徴なのかなというふうに思いました、はい、いい感じでパクって、そうですね、はい、いい感じで、はい、うん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 、やりました、はい、でまあ、いい結果が出たかなと思っています、うん、なかなか大変でもあっと驚いたと思いますよ。そうですね、周りの方は、なので、いろんな普通でもね、ラッキーで終わるのが今もう今度は5期目を目指されるわけですからね。5期目を目指す、はい、挑戦になりますね、はい、だからまあそのあっと驚いた後もちゃんと地道にやってらしたってことだと思います、ね、その次の回もまあなんとか頑張って1位で当選することができました。その時政党はまだ民主党です、ね、だから民主党もこんなな状態の中でももう2期目にしておそらく最初はご祝儀になったかもしれないんですけど、民主党もねこんなになってる中でも新井さんならだと、まあ、全くの無所属じゃなくてしっかりと国政政党の中で組織の中でやってる人だっていうことのトップ当選という町田市民のあれで評価なんでしょうね。2期目ってね、まさかの2期目って言ってまさかこんな結果がっていうのが本当にワッといくか、落ちちゃうのみたいなことの中ではまさかの2期連続のトップ当選。そうですね、はい、絶対みんな言われたでしょ、もう前みたいには出ないからとか。まあそうですね、言われましたね、はい、でやっぱり自分も油断されなかったんでしょうね。まあまあ、 あのチラシうまく巻いたすごかったので、でも巻いてもダメですよね、やっぱコンテンツがいいってことで。そう、まあ、中身もなんか争点があったんですか、はい、争点は自分の中でやっぱりやってきた行政のおかしいこととか、うんうんうん、議会の中でこんな議論がなされてるとかですね、はい、例えばその民間の病院が町に来るという話があって、ね、そうなんですよね、町田の病院改革がすごい、ええ、で市が持ってた土地があってそこに民間の病院が来ますよ、はい、来てほしいですよねって言ってたんですが、当然あの、まあ、いろいろなところから反対があってですね、結局そこはもう民間がただでもうやりますって言ってるのに、うんうん、言いませんっていう話をしたわけですよ。あるあるある、今でもありますよ、私も相談に行きますよ、医療法人さんから、はい、もう相談いただきます、うん、で、地元医師会の強固なね、はい、ご反対とかね、まあいろいろあってですね、ありますよね、はい、でそれをあの私が質問したことが全く答弁になってないようなことを繰り返すんですけど、うん、結局3回しか質問できないので、あそうですよね、質疑というか3回までしか往復でできないので、はい、でそのやり取りを全部載せたのをバンバン配ってました。これが今の議会の現状だと。議事録って大事なんですよ。大事です。議事録をバンバン出すのは名誉毀損にならないので、はい、そこで不都合になる議員が出ても私たちは大丈夫で、私たちもだから議事録にわざと残すっていうのは私たち改革派議員のコツなんですけれども、はい、でもそんな当たり前の議事録に載ってることを出すってことすら町田市議会の議員はやってなかったってことなんですね。まあ、そういうことになりますよね。でまあ、ね、逆から言うとそんなこと議事録の残る場所で聞くのみたいな感じだったんでしょう ね, ね、おそらくそうなんでしょうね。それをまんまとこんな風になってですねでもうこのすごいんですよ、4期で25億円も削減したと。そのいくらかの25億のうちの何億分か何百、今のお話の中にもつながっていくんですか。あ、これまたちょっと別なんです。ここに入ってないんです、実は25億には、ええ、入ってないんです、まあ、それはあの病院が来ることを断ったって話だったので、はいはいはい、でそこをなんで断ったか、アホなことをしてるっていうことで、おそらくそのはっきりと理由が言えないことだと思うので、うんうんうん、なので答弁が噛み合ってないという、それって目に見えないやっぱり削減なんで言って、結局はその後の医療改革にもつながっていきますし、はい、そうですね、で、あの、そのお医者様が来てれば町田市民の皆様は電車費を何あの交通費をかけて他の自治体の病院に行く必要もなかったでしょうから、町田市民の懐を本当は豊かにする政策だったことがこんなことになりましたっていうことで、そこはお金に換算しない、私なんかすぐ換算しちゃうんですけどね、大事です、もうね、そうだったんですね、そんなことがありましたね、はい、はい、で2期目も、まあ、1期で当あ 1, 名1位で当選はできたんですが、うん、その後がいろいろ、はい、大変なことがありました。どんな大変なことがあったのでしょうか。まあ、1期目の時にですね、 その、まあ、それ以外にも市民病院が町田にあるので、その市民病院の改革をしようということで、うん、
ちょっととある提案をさせていただいてですね、町田の一律病院ですね、一律病院ですね、はい、はい、一律病院が管理者が市長であったと。まあね、一応ガバナー、ね、ガバナンスの長ですけど、うん、どうなんでしょうね、まあ、様々な公務が経営的なこととかできるのかな、市長は。そう、様々な公務があって、医療のことも詳しいのかなとか、そうです、そうです。で、そういういろんな人脈を医師会以外にお持ちなのかなっていうのがいきなり気になりますよね、はい、ありますよね、うん、なのでその管理者を病院の中に置いて市長から権限を移して、はい、効率的な経営ができるようにしようというものを提案したんです。これは今に続く、まあ、なんか独法にしろとね、独立地方行政法人にしようっていう流れができてくる過渡期、まだ東京でも進んでないんですよ、実際は。ごちゃごちゃそれをもう先陣を切ってやられた、まあ、そうですね、地方町田市ってそうなんですよ。地方公益業法の一部適用が、町田市長が管理者という形なんです。法律にできても絵に描いた持ち米で、うん、文字にもなってない中で町田市がやっちゃったんで、はい、結果的にはこの一部適用をとかって全部適用すると管理者が送ってたんですよ、やめてみたいな感じのことを町田市がやっちゃったんですよね。いやいや、まあまあ、そうそうですね、悲鳴上げてましたよ、いろいろ、自治体も医療業界の皆さんもね、はい、ただその私が2期目に当選をした時にですね、当時民主党という政党に所属していたので、民主党の市長候補がいたんです。まだあんの、まあいいや、はいはい、民主党の市長候補を私は応援してました。それはそうですよね、はい、組織人ですから仕方がない、はい、対立候補が自民党公明党の推薦の市長候補だったんです、うん、その方が当選しました、はい、私は民主党です、うん、私が提案したその病院改革を、はい、この市長がやりますと言ったんです。素晴らしい。なぜならやるべきだから、うん、素晴らしい。その対立候補だからとか、そうです、応援してなかったところ関係なく、この人は、そうです、それなんです、首長という、ええ、だ本当にありがたいなと、はい、でこの方が私も提案した、病院改革、地方公益業全部適用やります、導入されるという時がちょうど3期目の選挙の直前だったわけですよ。これが提案されると、はい、もう民主党の中からこれを反対するぞという話がちょっと出てくるんですね。なんで、だって民主党ってね、改革風味だったわけ、改革もどきだったわけ、まあ、改革を語ってたじゃないですか。語ってましたね、はい、それがですね、いろいろ会議の場面で、うんうん、議事録に残らない会派の会議でしたから、はい、いろいろ出たのが、あいつは民主党の市長じゃないから、自分たちの市長を誕生させるためにです、ね、この病院改革の足を引っ張るぞという話だったわけです。そこって市民置き去りですよね。まあまあ密室での会議ですからね。で、いや、これは自分自身が提案した病院改革なので申し訳ないけどそれを承諾することはできない。いや、普通はね、違うんです、すぐに諦めて、いや後任が亡くなったら怒っちゃうからオールイエスとかってなるんですけれども、あ、はい、と切れたんですね。従わないなら出ていけと言われました。はいってなっちゃうわけですね。もちろんその議決があるので、はいはい、議決で、当然会派拘束をかけて、はい、で、反対をしろと、うん、やられちゃったんです。僕ともう一人戸塚という議員がですね、はい、賛成をしまして、はい、まあまあ我々が賛成しなくても通ってはいるんですけど、はい、やっぱりそこは自分のやってきたことなので、意思表示を明確にするために、はい、賛成をした結果、離党勧告と会派離脱勧告の内容証明郵便が自宅に届きました。ありがちな、ありがちですね。うん、はい、もうその内容証明、そういう事務レベルは高いんだよね、あそこね。内容証明もあの当時のホームページにバーンとこうちゃんと載せてますけど、文面をそのまんま、はい、はい、でいろいろ議会でもですね、こう向こうは仕掛けてくるわけですよ、うんうんうん、その病院改革を先送りする条例案を提案してきてですね、アホかっていうね。しかもそれは単に、自民、まあ分かりませんけれども、対立市長を、まあ、ディスると言いますか、否定するための住民の利益や、はい、命、健康は度外視して民主党の、まあ、存続をかけてるっていうことが最初になったってことですね。はい、もうそれを一つ一つこう明らかにするような議会活動を私が始めるんですけど、その改革甘いよ、もっといい案があるよ、改革はするよ、うちらの改革案がすごいぞっていうふうにはならない、ならないならないんだよね、ならない、あそこはならない。いや、そこまでの能力がないのがその後の委員会ではっきり出てしまいまして、どんな風に、いや、先送りの条例案を提案するのは議員なわけですよ、はいはい、会派から出てるので、でその議員が言ったのがですね、この条例はなんで提案したんですか、いや、今いろいろ例えば医師の確保とか説明を、ね、説明を、はいはい、小児科の医療が、はい、今ストップしてるとかいろいろ問題があるから先送りします
って言った後に、じゃあ病院側に聞きます、医師は確保されてないんですか、医師は4月以降確保される目処が立ちました、え、じゃあ小児科医療はどうなんですか、小児科医でも、再開の目処が立っていますって答弁された後に、大丈夫って言ってますけどどうですか、その話は今聞いたから提案したって言ったんですよ。いやいや事前に確認しとけよっていう。本当ですよね、で病院の中から目に浮かぶようです、はい、で病院の中からも不安の声が出ているというのがアンケートを元に出てるっていう話なんですけど、うん、言っている本人がそのアンケートの信憑性はどうかというところもありますがって言っちゃってるんですよ信憑性があるかどうかもわからないアンケートを元に条例の案を出すんですかっていう、ね、やり方がど下手っていうか、だったら陳情書とか請願書が市民から出てきてますってぐらい、はい、どうせなら用意周到に準備なさればいいのに、そんなと聞きましたとか、と市民が言ってますレベル。そうですね、まあ、でも準備周到なところもあったのは、あの病院の将来を考える会みたいな、市民の会みたいなのを作ってですね、はいはいはい、チラシを作るわけですよ。でも陳情とかあの議会の議事録の頃までは出してこないの？あのそういう条例提案しろとか、病院改革が問題だという運動ができればいいだけなので、何のエビデンスにもならないじゃないですか。ならないですけど、うん、だそれありがちな市民運動スタイルで民主党は先送りをするというプールだったんです。それも分かっていたので、こっちは内側にいましたからね、はい、で私たちの市民病院が危ない、びっくりマークの次にハテナをつけて民間になってみたいな、そうです、あの民間売却とかも書いてあるんです、ね、そういう不安を煽るチラシを配って、でその市民団体が講演会をやると、あの、はいはい、市民を集めて、でその市民団体の代表の方に不安が残ってね、嫌だね、左派のね、変な左派のやることはね、良い左派はね、良い市民感情をね、しっかりと受け止めますけれども、左派風の、じゃあそれ左派でも何でもないですね、イデオロギーもプロパガンダもなくて、はい、あの権力統制です、左派の、うん、そうだそうだ、はい、ところでそのいろいろと町田の市民病院の遺憾で反対運動とか、まあ、民間遺憾だっても、はい、なんか私も実は関わっていくんですよね、町田の市民の遺憾に関して、はい、なぜならば私昔あの母方がね、文京区の湯島ので居酒屋を営んでまして、そこに毎日新聞の記者の皆様がよく来てくださっていて、はい、で当時の名物論説委員だった四方博さんっていうのが、はい、あのまあ今で言えばシングルマザーの居酒屋のおかみがね、頑張って子育てしてて、で私も当時高校生でね、お皿洗ってお手伝いしてるのをね、あの応援してくださって、就職に関してもあのいろいろとご助力をいただいて、アドバイスをいただいたりしてた四方博士論説委員か、なんか玲子よって、俺今度町田で仕事すんだよなんて話を聞いて、あ、そうなのっていうんで終わってたんですよ。ですごいね、熱い市議がいて、俺と賛同してやってるんだっていうの、そうなのって言ってたのが、そのもしかして私です、だったんですね、はい、で私もちょっとよく分かってなくて、まだ自分も区議になったばっかりか、なんかそんな感じだったんですけど、新井さんなったんだっていうのが連絡いただいたんですよね、あの四方さんと、はい、四方博士さんの民間人がそのマネジメントに入るということで、毎日新聞の論説委員だった、もうまさに本当切り込み型のですね、もう本当に丹念な取材で巨悪を追求する四方さんが、そちらの、ね、はい、まあ、ちょっといろいろ町田市民病院も難しいところがあったのが、やっぱり大学病院があの市民病院のこう系列的な感じになるので、医局の関係でドクター X 見てれば分かりますよね。でそこがなんとかうまくいかないので、院長の上に総院長を置くみたいな体制になってですね、なんかこうちょっとうまくいってなかったところに、お医者様同士だとね、どうしてもね、第三者を入れて一回落ち着かせるという人事があったのがその四方さんだったんです。それを民間人なんかに任せていいのかと、病院の経営分かるのかって足を引っ張ったのが民主党だったわけですね。うん、こう民主党なのに民間人を信じないんですよね。信じないですね、民間企業をね、はい、まあまあ、それはイコール自分たちの主張を誕生させるためにダメなものを誇張して言うというところもあったので、でもダメじゃないよ、全然ダメじゃないです、いいものなのにダメにしたいということで、はい、相手の手柄にしたくない、そこでどんだけ町田市民に迷惑をかけてもいいっていうことなんです。不安を煽って、恐ろしい、それでいいんです、彼らはもう大嫌い、そういうプロパガンダイデオロギーとかって、はい、権力闘争もなんかね、本当にね、なんだかんだ言っても自民党っていう政党は、なんだかんだ言っても民意をなんとかする結果を出そうと最終的にですよするんだけど、あのなんかイデオロギープロパガンダのとにかくね、
市民犠牲にしたって市民派を拾ってね、はい、自分たちが受かりゃいいっていうのが、自民党それやっちゃうと次続かないし、町会とかもコアな人たちとつながってるから、それは怒られちゃうから、ぶどまりっていうのがあるんだけど、ぶどまんないんだよね。ないですね。本当ね。その鹿田さんに、あれです、その病院改革、病院のを守る会みたいな代表の方ぜひ説明させてくださいって鹿田さんが言ったんですよ、はい、断られたんです。あんたに会う必要ないと、論破されちゃうからね。ところがですね、僕それ議事録、本会議の議事録に残したんです、うん、はい、鹿田さんに質問しました、はい、その病院の会員の方にお会いしたいという話をされましたか。はい、しました、はい、でその時何と言われましたか。あんたに会う必要ないと言われました。あ、なんか、あんまり江戸川区とか東京都ではそういった方が議場に来ないんですけども、どういった感じで意見陳述、なんていうか陳述っていう感じで、あ、いやいや、病院のその不安を煽るようなシンポジウムを開こうとしてる会だったので、はいはいはい、直接こういうことですよって説明に行かせてくださいという話を鹿田さんが言ったんです。あ、でその鹿田さん議事録の残る場所ですか。あ、それは本会議です。私の一般質問です。本会議に来てそういう病院事業管理者ですから。そっか、そこまで、すごい、はい、副市長待遇です。うわ、病院のトップですから、病院の経営者ですから。そっか、ええ、来てもらって構わないんですね。そうです、そうです。ミス嫌だったですよね。嫌でしょうね。でその病院事業管理者の鹿田さんに答弁に立っていただいて、でそのシンポジウムの主催者の方に、うん、どうですか、お話ちょっと聞いてくれませんかと言ったら、あんたに会う必要はないと言われた。で、じゃあその理由まで言われましたよね、なんて言ってましたか、鹿田さんに聞いたところ、これは あなたが云々ではなく、市長は気に食わないからやっているということでありました、というのが町田市議会の本会議の議事録に残っております。うわ、それすごい選挙前嫌だろうね。で私はその市民の命を守る病院までをも政局に利用する人たちと決別して、うん、はい、無所属で活動をしていきますというのをチラシに書いて配ったんです。組織に残ってね、よかったのにねっていう意見もあったでしょうからね。たくさん言われました。なぜか。私もそれなんか結構去年の年末、一部言われました。急上がれたらよくやったと、はい、うん、まさに玲子さんと同じような状況で、もうそんなね、そんな組織いらねえよってなりますよね、はい、ええ、うん、当時は鳩山政権、あと私が落ちようと受かろうと私のリスクだけど、はい、都民のリスクにはさせたくないとか、町田市民のリスクにさせたまるかって、切れる瞬間ありますよね、こういうタイプの、何言われてももう聞かない、家族に何も、だから支援者に何言われてもっていう瞬間ってありますよね。まあ、ちょっと待ったのはですね、民主党が離党勧告したじゃないですか、はいはいはい、私に何の連絡もなく勝手に取り下げてたんです。なんでですか。もう除名するから。除名も何もなく、都議選の関係もあってですね、はい、民主党のトレンドの中では僕を押す声があったらしいんです。そうでしたよね、確か、ただ現職の方がそれはさすがにもうさせたくない、なのであいつは問題を起こしているということを作り上げるためにやったんじゃないかと新聞記者の方は言っていました。内毛羽大好き政党だからね、問題を起こしているやつを公認するわけにいかないと、まあ、未だにその遺伝子のある人ね、民進力、いろいろね、あれですけど、内毛羽大好きですよね。大好きですね。で、離党勧告が取り下がったのが分かったので、もうこんな政党いてられるかというので、まあ、離党届を持ってたのが1月ですね。まだ鳩山政権の時ですね。支持率がわー高かった、政権取ったばっかりの民主党、おそらく離党届を持ってたのも僕は第1号じゃないかなと思ってるぐらいです。おやおや、はい、なんか似てます ね、 そうですね、なんかね、はい、この間の、ね、おときさんとの記者会見もね、わー人気あるかどうかはね、まだあった時に、そういう時にやっぱりおかしいって言って出るのが、そうですね、大事ですよ、大事ですね。あの時は手をついて謝ってこいと、お前バカかって言われました、うん、でその1月選挙の1ヶ月前離党ってすっごいことだと思うんですけれども、そうですね、まあ、今までお話聞いてきましたけど、まあミストだから入れたのにっていう方もいらしたでしょうし、不安もいっぱいあったと思うんですけども、ブチッと言っていると思うので、でこれを争点にして、町田市の市民病院のことを争点にされて、はい、望んだということですかね。もう当時民主党のですね、その多分そのいろいろ画策された方たち、はい、私が駅頭に行くとなんかダースベイダーのテーマが頭の中流れてたようで、うん、あいつが来たみたいな、逆に怖いと、なんかもうとにかくこっちは病院改革が正しかったって、民主党人気でしたけどね、はい、だから今町田の民主党おかしいんだと、とにかくこれを許していいのかってことをとにかく訴えてたので、だってトップ当選を2期されて民主党の支持層を掘り起こしてきた一番のね功労者だったと思うんですけれども、それがそれを言うと
どっかでね、あった私たちも同じようなことをしましたけれども、そうだったんですね。はい、まあやっぱり排除するっていうのはなんかいろいろありますね。そう、政策じゃなくて政局で排除するっていうのは、それで結果は、注目の結果は、注目の結果ですね、あのやっぱりそれまでトップで勝ってきたんですが、はい、それじゃダメだと、はい、仲間を作っていかないとダメだというところからスタートを、うん、まあ、しようというのがあったので、はい、たまたま僕が所属していた消防団の部長が、はい、私の姉の同級生で、その方の妹の同級生なんですけど、はいはいはい、もっとすごく仲のいい、うん、これまで応援してくださった方が、はい、たまたま自民党の議長さんが引退されるときに仲のいい方だったので、はい、後継者がいないと、はい、お前ならないかって話をもらった、うーん、どうすればいいですかっていうのをあって、ちょっと相談したいっていう話をいただいたんです、はいはい、いや出られるときついけど、でも一緒にやったら楽しそうだからやりませんかと。素敵ですね。うーん、で、まあ、その方は自民党の議長さんだったので、もう当然自民党から出るということになるんですけど、はいはい、もうそのまんま自分の地元の玉川学園の自民党の支部長さんのところに連れて行って、はい、この方出るんで応援してくださいみたいなところからですね。できないよ、はい、すごい1ヶ月前に離党されて、で自分の持ってた選挙関係のもうグッズとかも全部こうもうプリントアウトをして、こういうの作ってますとか、こういうふうにやるんですとか、日程表とかチラシもその方の写真もらって作ったりとかですね。そういうこそがね、実は強みなんですよね。まあ、やっぱりなんでしょう、地元が一緒だと基本なんか争ったりして仲が悪かったりするんですけど、はいはい、未だに仲いいですからね。素晴らしい、あ、じゃあそっちも受かられて。もちろん受かりました。でもそうすると党派を超えた政策実現ができますものね。なのでその後はその方と実は同じ会派組でした。まあ、自民党が分かれたんです。なるほどね、そういうことありますからね。十何人当選したんですけど、4会派ぐらいに分かれてて、そのうちのちょっと23区じゃ考えられないですよね。三玉ならではですね。そのうちの一つの方たちと一緒に。あんまし三玉とかもう地方行けば行くの、あんまり自民党って出しませんもんね、皆さんね。そうですね、うん、基本は地域密着型の議員さんが多いので、東京23区はプチ国会みたいな感じなので、もうすぐ政党バーンとか出しますけど、で2つ分かれるぐらいあって3つに分かれちゃって、それは、だから町だってすごい選挙的にしょっぱいとこなんですよ。大変かに。で、注目の結果はどうだったんですか。結果は、まあまあ、順位を落としましたが、10位で当選をしまして。それもすごい、はい。4500票ですね。1期が6000、で、2期目が5600、そこから4500まで来ましたね。うんうん、ちょっと落としましたけどね。それでも政党で、まあね、受かってただろう人なら、もう落選になるんだけど、もうちゃんとブランドを確立してたってことですね。はい、そんな選挙戦を戦っていました。まあまあやっぱり仲間をこれから増やしていこうというのは、あの今も変わってはいないんですけど、はい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 、そうでしたか。いやいや、私手伝った時って3期目ぐらいの時から、その時ですね。そうですよね、はい、無所属でなったということで、私も当時無所属の区議で、なんか多分渡辺大蔵さん、大蔵事務局長がすごいいいね、あのね、新井さんがちょっと民主党出てくれたからやるべって言って、まあ、まさにグリーンベレーのようにそれって言って、みんな武具甲冑を金鎖かなんか持って応援に行くって感じでしたよね。はい、来ていただきました。はい、そうだった、そうだったね、はい、あのこたつの部屋があって、そこで電話をかけていただいてそう、丸三角バツとかね、はい、そうやってましたよね。もうね、ウイスもやらせていただいて、はい、寒かったですね。そうですね、寒いです。毎回も2月は寒いんです。そうですね、町田はしょうがないんですけど、もう江戸川区はね、まあ、海があるところで割と暖かいので、もう寒って感じの、はい、ひたすらそのでもう本当終電までなさるので、駅と、はい、そうなんですよ、ね、ってますね。でどっかホテル取って、はい、なんか一泊して応援した記憶があります、はい、ね、次の朝ので、朝も早くから立たれるのでね、いや楽しい選挙でした。あの時は、みんなの党ができ始めそうな時でした。そうですが、もうできてます。で、あの推薦というか、いい、こうなんて連携を図るって感じで、で公認もいたんですよね。はい、公認いました。で私は新井さんを応援するチームに入ってですね、はいはい、ちょうど4ヶ月前ですかね、が葛飾の区議会議員選挙があって、梅田さんが初当選された時がその時なんですよ。そうですよね、はい、うんうん、でその後に町田で市議選があって、あの僕今同じ会派を組んでる白川君っていうのが、まあ、みんなと公認で出るという話で、はいはいはい、で僕は、いつもいつも上手にね、白川さんはねあのまあまあね、はい、政党のね力をバネでね、
僕はあの、まあ、この病院改革の話で民主党を抜けるときにもうたった一人無所属になってもって言ってたのでみんなの党入らないかって話いただいたときにいやありがたい話だけど無所属出てるって言っちゃってるからなというのもあってですね、まさに新井さんがやってたことはみんなの党の政策理念そのまんまでしたからね、はい、なので一応推薦をいただいてじゃあやりますということで、うん、そうそうもったいないからっていうんで、はい、そこはなんか多分ねあの事務局長が暗躍してで玲子ちゃんなんとかうまくみたいな話もありあり私もみんなの党にね当時ちょっと出入りをしてら地方議員の方はみんなの党のはまあ本当に梅ちゃんもそうですし私は渡辺大蔵さんとかと、まあ、作ってったっていうのがあるので、はい、まあその遺伝子が、まあ、まさに自由を守るからなってそうですね、はい、いやーなんか町田氏のストーリーを聞いてねで4期目はもうやはり無所属です。でみんなの党の推薦はまあなかったんでしたっけ？僕はその時は無所属だけでしたねもうはい。そっかもうね無所属で受かられたから。ただかなんかいろいろ政策連携も図っててこうなんて言うんでしょうかねあの党のあの公認とかではないけれども常にいつも勉強もしてましたしね。はい、そうですねで、むしろ白川さんとよりもねあれですよね。そうですね。はい。はいそうだよねでも新井さん応援したかったんだけど結局なんだかすごいおじいちゃんの候補を、はい、あの田中さんですね常に白川さんを応援するチームにいないというのが今回もそうですけれどもね、はいはい、それも何かの縁なんでしょうかね今度は 100% 上田玲子はもう本当に応援できるので、はい、嬉しいと思っております私も大変嬉しいですでもう本当に今までの歴史これが本当に歪んだ地方議会あと国政政党が関わってくると地元事情もすっ飛ばされるっていうことのもうすごくいい研究事例でありますで私たち地を守る会はそんなもう永田町のなんか争いや国政政党の争いとは関係ないところで地域住民を最優先になんか都民ファーストって言ってて、はいね、都民ラストな都民ファシストなとこもありましたけれどもそうじゃないものを作りたいっていうので葛飾ではまさにあの同じようなパターンですけれども梅田信俊区議が現職で当選、はい、そして新人のシングルマザーの、大森由紀子さんも当選をされてで今回は現職ぜひぜひご記名は新井義直さんということ で前回はまゆゆみんなの、はい、じゃ自由を守る会のねみんなのまゆゆですみんなのまゆゆですいません矢口まゆさんがで私もあの彼女は本当に珍しいインターネットからあの来た公募だったんですよ、はい、ですねで新井さんいるからちょっとどうしようかなっていう時にあの連絡したらばさっきのね自民党の人でも援助でも何でも出しちゃう何でもリソース出しちゃうの新井さんもうそれは仲間が増えるのがいいってことであの本当にありがたく2人で力を合わせてね、はい、やっていただけるということであのまたワンツーフィニッシュをしたいと思っております。 では、はい、あの改めましてあの今度の5期目の市議選にかける、はいまあ、目玉政策とか思いとか、はいこう町田を、まあ、かなりね高会計とか進んでいて、まあ、本当に先行事例が多い町田市でありますけれどもそれでもたくさんのまだまだ課題もありましょうし、ね、そこら辺も含めて、はいはいまあ、個別にやりたいことは確かにいろいろあるんですが大きくすると私がやりたいことは2つですね。1つは町田の財政を安定させること、うん、1つは町田から日本の教育を変えることです。はい、はいまず町田がですね、高度成長期にもう公共物を結構建ててるので、はいはい、老朽化して今建て替えの時期なんですちょうど、うん、そうでしょうね。やはり若い人がどんどん減っていくと試算後も出てるので、うん、今後5年間の収支財政がですねもう77億円の収支不足というのがもう分かっているので数字に明るい、はい、でこれをどう解決するかということを、まあ、他の議員さんが、ね、全然、まあ、提案されない相変わらずばらまき政策をあれを作ったこれを作ったっていう話ではなくバカとかみたいなねやはりどうやって財政を安定させるかというのをしっかりと提案しなきゃいけないの で、 そ、 うです、ね、それはもう自分自身の中でこれをやるというのはあのその次のもう一つのテーマにもつながってくるんですけど、はい、教育改革をやる、うん、これで財政を安定させるというのがやりたいことなんです。なるほど、はい、教育と財政どうつなげていくんですか。これは実はヒントはですね炭鉱の町にあるんです。うん福岡県の飯塚市とか、はい、なくて福岡県の飯塚市とか倉手町という炭鉱の町がですね、はい、とにかく炭鉱が廃鉱になれば人がどんどんいなくなるわけです、はい、で福岡とか、まあ、中心地に行ってしまう、うん、人がいない税収が下がる、うん、さらにサービスができなくなるからまた人がいなくなる、うんうん、夕張じゃないですけどね。これを食い止めるために何をしたかというのが教育改革なんです。
なんかすぐにつながらないじゃないですか、はい、教育って100年の刑だし、はい、子ども投票権持ってないし、はい、普通の政治家ってやりたがらないですよね、はい、そこはどんなふうにつなげられるんですか。学力を公立学校でしっかりと上げることができれば、はい、若い世代が同じ公立学校に通うんだったらそこの自治体に住んだ方がいいってなりません。素晴らしい。そしてそれを実現してる人がいるんです、うん、影山秀夫さんってご存知ですか。はい、影山美里の、はいはい、あの方のもうずっと追ってるんですけど、その飯塚市の小学校も行きました、うん、菰田小学校というところは5年前は全学級が学級崩壊してて、はい、学力も全国平均より下だったんです。かなり下だったんです、はい、影山さんが入って影山美里を導入して、はい、5年で全国平均を超え、学級崩壊も全学年でなくなりました。あの学力が上がるっていうのは改正麻布受かる子を増やすって皆さん思うんですけれども、実は1の子を3にするっていうことが私たち行政のね教育改革の中では大事なんですよね。そこが上がると本当にぐわっと上がっていくし、はい、3の子はそしたらもう4目指したい5目指したい、中卒でいいやって思ってても大学行ってみようとか、で中学でも出てもいいんですよ。でもそしたらが技術生かしたいとか知識を得るということってですね、そうするっていうのは。ところがですね、はい、飯塚小学校っていうのがまた別のところにあるんです、はい、ここは全国平均より上の学校だったんです、はい、ここでも飯塚市は全部でやってるので、はい、ガリアメソッド、はい、飯塚小は上だったのがかなり上に変わりました。で3の子が4、5になるんです。でそういう成功体験の積み重ねで頑張ろうって思えるんですね、はい、でこれが広がっていかないんです。いい取り組みがあるのに広がっていかないのを、私は影山先生に直接今連絡を取ってまして。素晴らしい。あの昨年末も直接打ち合わせしてきたんです。そしたら塾行かなくていいじゃん。そう、あ、塾はまあその後行ってもいいんですよ。行くんですけど、公立学校で保障されれば。そうですよ。塾に行く必要はないので。だからシングルマザーとか貧困家庭の子供たちが塾行かなくてもそれだけの学力が身につけられるじゃないですか、はい、生産年齢人口がいなくなるから財政的には厳しくなるって話なので、まさに働き盛りの方じゃないですか、うんね、その方たちが町田に定住するには保育所を充実させるだけではダメだと。そうですね、もうなあの8年前の公約で保育所は充実させるというので、うん、実は保育所はそこから先ですよね。で保育所に入れられる人って共稼ぎなので、はい、大卒カップルだったりして、そこで小学校上がるときにここじゃなって言って引っ越しちゃうんですよ。それ江戸川区なんです。学力が低いんで保育事業一生懸命私やったんだけど、江戸川区学力全国平均低いからって言って品川に引っ越しちゃったりとか、中央先生でもそうなんです。引っ越しちゃうんですよ、ええええ、なので小学校の教育が充実しないと、単税能力ある人たちを、ええ、定住させる。でそこで教育を充実させるので、そこで大変な課題の多い子どもたちも一緒に上げていくと、はい、上げていく、うんうん、そうすると教員の負担も軽くなって財政的にも豊かになって、でおそらく炭鉱の町は必死に飛びついているので、まあ、できるかもしれないんですけど、町田みたいな町でもしこの影山メソッドができたら他の町でも絶対できるはずって話になるので、僕は影山メソッドは日本を変える、うん、素晴らしいコンテンツだと思ってます。あとその小学校を中心にしてやっぱ新住民も多くなってきてますよね、はい、で新住民の方じゃないですか。そこでネットワークをできて、私と もう孤独な子育てを解消していくっていうことにも、小学校が元気になると地域が本当に元気になりますからね、はい、その菰田小学校まさにそうだったんです。学級崩壊した時はもう地域から信用されてない学校だったんです。あの学校はダメだと、はい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 、ところがもう子どもたちが落ち着いて学力も上がったらもういい学校だねって地域の人が応援するようになって、まさに街づくりができてたんです。素晴らしい、ええ、こんな素晴らしいことを拠点になったんですね。そうなんです。でその小学校がそういうふうに拠点になると防災の拠点になりますから、なります、ね、もう一石二鳥になるんですよね。知らない人同士でも一緒に避難する場所になるわけです、はい、それは知ってる人同士でつながっていく、つながっていく、全部税金使わないで、はい、住民たちが作っていく学校、はい、うわこれお金全然かかんないんですよ。今のリソースでできますよね、はい、やり方を変えるだけです。皆さん、あの小学校って子ども1人に100万かかってるんですよ。100万円でこのクオリティってやっぱ思っちゃいますもんね。それはぜひぜひ今のリソース、今の予算内でできちゃう、はい、影山先生とでもお話しして、影山先生がおっしゃっていたことは、日本はとにかく保守的で、教育界は特に、うん、いいことをやってもやろうって人たちが出てこない、やろうとすると潰されちゃ う先生方。なので影山先生は今実は東南アジアに行ってます。だからさ、もう本当に工学生あふれる子たち、
東南アジア多いですよね、もうだ向こうは喜んでやってくれるので、うん、それでもし成功したらシンガポールももうそうですよね、そのまんま海外で海洋不足が成功してるから、うん、100年の経営が、うん、それでやっと日本は動いてくれるんじゃないかって言ってるので、あそうそうみんなそうですビジネスも、なのでそれを、まあ、私は町田でやらせてくれというのを影山先生お願いしてるところです今、期待します教育改革は、私たちは、本当になので、一つは財政を子どもたちの、ね、自由を確保していくってことが大事です、はい、なので教育から財政を安定させて日本を教育を変える、この2つをやりたいというのが感動的ですね、はい、ご決め私になりたいことですね。町田ってすごいわけで公開権制度の導入も、はい、あの要するに民間の、ね、財務管理を導入をして先行事例になっていて、はい、まあ、あの市民病院もいい形で、まあ、民営化といいますか移管ができたっていうので、だから町田が今度教育改革を進めていただければ近隣三玉で、はい、あの東京都はあのすごく税収、私たち23区というのは財庁といって港区がお金持ち、千代田区がお金持ちで、なんか江戸川区がお金をもらうみたいなところになってるんですけど、独立採算なんで三玉26市は町田が今ある予算で教育改革やったって少なくともまず26市に広がっていきますよね、はい、でまた広がるように私たちも広げる議員を今度統一地方選挙にも仲間を増やしていきますし、23区もそういう仲間を増やして、東京でその事例ができていけば全国に広がっていくと思いますので、はい、そこにはいじめもない、もう本当に自由にのびのびと勉強ができて自己肯定感を持つ子どもたちが育っていく世の中にしていくことが、はい、また前向きだったらもう一人子ども見たいなみたいな、結婚って素晴らしいなっていうような子どもたちが増えていってほしいですし、で、はい、いいお母さんたちの子育てを支える小学校ができればまた人口増にもつながっていくと思いますので、はい、素晴らしい、ありがとうございました。はい、こちらこそありがとうございます。そんな新井義直町田市議会議員の5期目、またね、続投に向けまして及ばずながら、まあ、自由を守る会も力を本当にね、注いでまいりたいと思いますし、特別スペシャルね、ヘルパーといいますか来たのがね、音喜多駿都議会議員も、はい、もともとね親しくしていらっしゃってですね、個人応援をしているということで、はいはい、今度2月3日の土曜日6時からですね、はい、町田市民ホールで私の市政報告会やるんですが、応援弁士が音喜多駿都議会議員でございます。やりましたね、はい、もう今マスコミの寵児でもありますけどね、音喜多さんもねみんなね口先だけ男と困れてるけど、本当に政策勉強してますし、本当に本も読んでますし、で新井義直市議のことも大変尊敬していてですね、学ばれているというところでありまして、また葛飾の、ね、再来ということで、はい、受かってまいりたく、偽物地域政党本物地域政党ということで、改革風味改革もどきとは徹底的に戦ってまいりたいと思いますので、はい、ぜひ頑張っていただきたいと思います、はい、ありがとうございます、お願いいたします、よろしくお願いします、では来たる2月、はい、2月、はい、最後一言、はい、2月の18日が告示、2月25日が投票日ということで、町田市長市議会議員選挙が行われます。改革を続けられるかどうかというのがですね、やはりここで、町田のこれから4年間の方向性が決まりますので、重要な、はい、重要な選挙になりますので、私もしっかりと頑張ってまいりますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。